どうも、うずです。今日ちょっとね、届き物で届きました。届き物で届いた、あの2万人突破してご挨拶した動画の中で T シャツの話をしたんですけど、自分でね、あの用意した T シャツを自分で購入しました。1個なんで、ちょっと開けてみましょう。あれ、同じ赤色の多分タイプだな。なんかすごい赤い。でも今着てるやつよりはちょっと明るい赤だね。派手だな。早速いるよ、裏うず。あれ、悪くないんじゃねこれ。あれ、なかなか悪くねえんじゃない。ちょっとね、大きめって書いてあったんだけど、L で頼んじゃったんだよね。でかいかな。こんな感じのシャツです。あれ、悪くないね、これ。え、いいんじゃね。で、裏はね、ちゃんと裏うずマーク。あれね、一回これを、アップした時に解像度低くね、くっつけちゃったから大丈夫かなと思ったけど、逆に解像度が低かったところがね、いいんかもしんない。ちょっと着てみよっか。じゃあよくやられてる着方でやろうか。はい、せーの。どうでしょう、結構悪くないね。ちょっとね、 L だからでっか、あ、 L でちょうどいいか。私で L でちょうどいいね。身長170ないぐらいなんだけどね。うん、悪くないという感じのシャツなので、まあよろしかったらまた下の方にね、このシャツ買えるリンク貼っときますので、ショップのね、クラブティーの、気になる方がいたらちょっとチェックしてみてください。ちょっと赤色だから目立つけど、全然普通に使える。悪くないでしょ。悪くないね。ちょっと別バージョンもまた用意しようかね。ということで、本日は、クラブティーで作った自分のシャツが、届きまして、それをお見せしたかっただけの動画でございます。だからミニ動画だね。特に何も有益になるような情報がない感じです。まあでも今すごいよね、自分でこうなんかこう適当に、適当じゃないけど、適当じゃないんだけど、適度にこう作ったものをこうプリント T シャツにね、簡単にできちゃうっていう面白い時代だね。ではまた別の動画で。バイバイ。